弟のことは聞いた。よかったな。で、お前はどうする気だ。村を調べてたのね。なあ、岬の祠を探ろうとしたら止められた。聖領に立ち入りを禁止されているそうだ。クーマがいるならそこだろうな。俺はクーマを引き剥がす。罠なら戦いになるはずだ。罠でなくともこの平穏はなくなる。私がしてきたようにね。お前がここで止まっても俺は聖領と戦う。止めたければ力すくよね。待て、ベルベット。一日だけ待つ。覚悟が決まったら岬に来い。俺もそうするよ。明日どうするかはお前次第だ。その手は。見ての通りゴーマよ。3年前あんたたちを襲ったのも私。引かない。ゴーマでもベルベットはベルベットだよ。怖いけど怖くない。私誰にも言わないから。また前みたいに暮らそう。みんな一緒に。リコ、結構なお味でした。味見をしたライフィゼットに花丸じゃな。明日はシチューを作ってあげるね。これって、あ、カノヌシの古文書。しかも最後まで書いてある。ベルベット、ねえフィー、ちょっとでいいからあんたの羅針盤を貸してくれない？お願い。この子すごく羅針盤を欲しがってたの。あんたと同じように海の向こうのことを考えていつか旅に出たいって言ってた。そうなんだ。目が覚めたらあんたとはいい友達になれるかもね。ずっとこんな風に暮らしてたんだね、ベルベットは。何よ突然。うん、プディングちょっと甘すぎたわね。あ、ベルベット、なんで味が。そろそろお眠じゃわい。しかし明日はどうするつもり。マギル、夢を操る術ってある。え、夢が何ですか。あるぞ。とある特殊な精霊を使った術じゃ。霧と共に相手の後悔を取り込み幸福な夢に閉じ込めるという。後悔を。岬に行くわよ。今から？突然どうしたんですか。お姉ちゃん。ベルベット、行かないで。僕のそばにいて。これはフィーの羅針盤なの。
めんね、アフィ。やだよ。待って、お姉ちゃん。僕を捨てないで。霧が…まさかこれって…岬の祠へ、クーマを引き剥がす。